皆さん、こんにちは。民衆ライブをご視聴いただきありがとうございます。MC を務める津久井智子です。よろしくお願いいたします。さて、この時間お越しいただきましたのは、カゴメの宮原豊様です。テーマ、事業へのこだわりについてもお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。皆さんこんにちは。カゴメ株式会社で人事で採用担当している宮原と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速企業説明に入っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお願いします。画面を共有して始めていきたいと思います。はい、今画面を共有しました。で、本日ですね、30分説明を行って、でその後、10分程度ですね、皆様から質疑応答という形でチャットの方からいただきたいなというふうに思っています。本日はよろしくお願いいたします。で、今日は皆さんにお伝えしたいことは2つあります。で、まず1つ目はカゴメがこれまでね、どんなことを大切にしてきた企業なのかということで、そしてもう1つが、もし皆さんにカゴメに入社をしていただいたらどんなことをに向かってね、取り組んでいただきたいのかみたいなところを皆さんに今日はお伝えしていきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。はい、ではですね、改めてなんですけども、自己紹介から入っていきたいと思います。名前、宮原豊と言います。2014年にカゴメに入社をして、今入社9年目となっています。で、もともとですね、僕のキャリアとしては営業からキャリアをスタートしておりまして、まず東京で2年間ぐらいですかね、スーパーさんでしたりドラッグストアさんを担当していました。で、その後入社3年目の途中から新潟に転勤になりまして、新潟で3年程度を営業をしていました。で、また東京にね、戻ってきて今人事で採用担当しているっていう、こんなキャリアを歩んでいます。で、北海道のね、ちょっと上の方に僕の就職活動の時の写真も少し載せてみたんですけども、エントリーシートにね、実際使っていた写真ではあるんですが、僕もね、皆さんと同じように就職活動してきた時期ありましたよってことですね。当たり前のことなんですけども、で、せっかくなので、もし、僕が皆さんと同じような時にこの就職活動してきた時に、どんなことをね、考えながら就職活動してきたのか、で、どうしてカゴメを選んだのかみたいなところもね、合わせてお伝えしていきたいなと思います。で、まずね、僕が就職活動を始めた頃、どんなことに興味があってとかね、どんなことに興味がなくてみたいな、自分の好きなものとかね、あまり興味を持てないものみたいな、こんなような整理をしながら、もともと食べることが好きだったってこともあって、食品業界を見ました。で、こんなね、単純な理由でいいのかなって皆さんも思われるかもしれないんですが、僕は全然いいかなというふうに思っています。皆さんもおそらく2024年の4月ですかね、どこかの会社に皆さん入られるかなというふうに思うんですけども、どこの会社に入ったとしても絶対に大変な時って来るんですよね。辛い時とかって絶対来ます。その中でも、自分がね、一歩なんていうか、歯を食いしばって一歩先に進めるかどうかっていうのは、自分がその関わっている領域だったり、その業界とか自社の製品が好きかどうかっていうのってね、結構大事な、なんていうか、源になっているんじゃないのかなっていうふうに思っていました。なので、僕もね、食べることが好きだということで食品業界を中心に見ていました。で、その中で軸を2つ持っていました。で、まず1つ目持っていたのが健康っていう軸です。食品業界に、ね、関わるってことなので、やっぱり健康っていうのは、今後の将来を見据えたときに外せない領域だなっていうふうに考えていたのが1つ目ですね。で、2つ目持っていたのが、自社の商品を誰かにあげたときに喜んでもらえるかどうかっていう基準を持っていました。ここはね、なんとかだいぶ主観的な部分にもなってきてしまうんですけども、この2つの軸を持って就職活動を進めていました。で、食品業界のね、食品メーカーってなってくると、結構やっぱ各社さんすごいいい商品をたくさん作っていて、なので僕も就職活動してきた時はもう本当にいろんな、ね、会社にエントリーをしました。この2つの軸って結構な企業当てはまるんですね。で、実際何社くらいかな、40社ぐらいエントリーシート書いたかなっていうふうに思っているんですけども、結構出しました。で、その中で、どうしてカゴメを最終的に選んだのかというと、最終的には人で選びました。来年本選考が始まってくる中で、
各社ね、こう先行進んでいくと必ずこう現場の社員と話す機会ってあります。でその中で、まあ、カゴメの社員ってね、結構なんていうかこう人対人でこう見てくれる企業といいますか、就活生だったこう自分の意見とかもしっかりねこううなずいて聞いてくれましたし、まあ、あとこうそこに対していろいろねこうアドバイスもしてくれたりもしたんですよね。まあ、なので僕自身ね、こう自然体でまあいられた、その現場の社員の方と話して自然体でいられたのがまあカゴメだったと、まあ、いうことで最終的にそこの人でカゴメを選んだという形になりました。はい。でキャリアはね、先ほどお伝えした通りです。で、ちょっとね、写真も少し載せてみたんですけども、カゴメには社内検定というものが2つあります。でそのうちの1つがこのオムライス検定というもので、カゴメではオム検というふうに呼んでいます。で最初ね、入社して東京支社に配属になった時に同期5人いたんですけども、もう僕含めて5人だったんですが、そこで皆さんでね、オム検3級を受けた時の写真になっています。オム検って、オムライスをどれだけきれいに作ることができるのかみたいな検定ではあるんですけども、3級、2級、1級とあって、まあ、1級だとね、カゴメ社員2600人ぐらいいるんですが、10人ぐらいしかまだ持っていないぐらい、結構レベルの高い社内検定になっています。で、カゴメのね、商品ってこう、まあ、トマトケチャップとかそのソースとかってこう調味料を、ね、結構中心として扱っているこう商品っていうのは結構ありまして、やっぱりこの商品をお客様に扱ってもらうとき、使ってもらうときには楽しんで使ってもらいたいなっていうカゴメの思いはあります。で、まあ、まずはまあ、従業員としてカゴメの社員自身がそれを楽しんで使えるかどうかとかね、そういったこう調理をしながらこう楽しんで、自社の製品をまず使ってみるみたいなところの、ね、こう趣旨からこのオムライス検定というのをやっています。はい。で、まだね、ちょっとカゴメの話まだしてできないんですけども、休日の宮原はってことで皆さんあんまり興味ないかもしれないんですが、私妻が1人、もちろん1人なんですけども1人いますので、2人でね、どっか出かけたりとか、あと食べることがまあ好きだっていうふうにお話ししましたけども、まあ、野菜じゃなくてね、まあ、野菜も好きですが、まあ、肉も好きなので焼肉を食べに行ったりとか、まあ、あとねこう家で、まあ、最近はまあ家にいる時間も多いですので、まあ、料理を作ったりとか、あと野菜を育ててみたりとかね、しています。はい、ということで、ちょっとずっと自分の話をしているとカゴメの話できなくなってしまいますので、カゴメの話をしていきたいと思います。今日は5つお話をしていきたいと思います。でまず1つ目ですね、カゴメについてということで、まあ、皆さんにね、ぜひちょっと考えてもらいたいなと思うんですが、カゴメって言ったらどんな商品を思い浮かべますか？カゴメって言ったらどうですかね。まあ、もしかしたら野菜ジュースとか、あとトマトケチャップとか、まあ、そういったものをイメージされる方多いんじゃないのかなと思います。カゴメのね、商品として、まあ、いろんなこう事業を展開しているんですが、今簡単にお伝えした野菜ジュースとかこうスムージーとかね、あとトマトジュースとか、まあ、そういったものを中心とした飲料事業で、あとトマトケチャップとかトマトソースとか、まあ、あと普通のソースとかも、ね、含めてこう食品事業っていうのもやってたりします。でこの2つの事業でカゴメの売上のうちの7割ぐらいを今占めています。では残りの3割ってカゴメ何をやってるのかっていうと、ちょっとね今バッと出してみたんですが、例えば左下に行って、農事業、生の野菜とかベビーリーフとかね、あとトマトとか、こういった生の野菜をスーパーさん向けに販売していたりとか、あとトマトの土とかね、あとトマトの苗みたいなものも実はホームセンターさん向けに販売したりもしています。で右上に行って通販事業ですね、市販では売られないような商品を開発して通販事業を行っていたりとか、あと業務用事業ですね、カゴメが持っている野菜の素材、あと、まあ、果物の素材とかもね含めて、例えばレストランだったり、ホテルとか、まあ、そういったところにこう、提供しているようなものになっています。で最後その他の事業といってね、カゴメいわゆる食品メーカーではあるんですが、実はコトビジネスなんかもやったりしています。でそれが例えばね、こう写真に載せている野菜生活ファームっていう野菜のテーマパークを長野県で運営していたりとか、あとベジキッズっていう野菜を好きになる保育園、まあ、こんなものね運営していたりもしています。まあ、改めてこうやって全体を見ていくと、カゴメっていろんな事業やっているんだなって皆さんも少しね思ってくれたかもしれないんですが、実はある一つの考え方に基づいてこれらの事業すべて展開をしています。
その考えがこちらとなっていて、カゴメのブランドステートメントになっている自然を美味しく楽しくカゴメです。この意味合いを下の、ね、黄色の部分に少し書いてみたんですが、自然の恵みに感謝をしてということで、自然の恵みというのはカゴメの商品の原料となっている野菜とか果物のことを指します。で、自然の、ね、美味しさを損なうような技術に頼らず、この美味しくの部分ですけども、例えばカゴメの商品、野菜とか果物のそういった自然の恵みから商品化するときには、人工的な添加物とか、あと化学的な添加物を加えない、まあ、そういったような思いを持ちながら日々活動を行っています。でね、最後、食の楽しさをお客様に提供するということで、先ほどちょっとお向けのところでもお話ししたんですけども、カゴメの商品を使ってくださるお客様にはやっぱりこう楽しんでね、こう使ってもらいたいと、まあ、そういったような思いを持ちながら日々活動していますので、まあ、こういったこう楽しくみたいなところも大切にしている会社となっています。あと、まあカゴメが日本に与える影響力みたいな部分のお話もしていきたいと思います。日本の緑黄色野菜の消費量のうちの 17.9% がカゴメが供給した緑黄色野菜になっています。まあ、なので、まあ、イメージとしてはね、皆さんが5回何かしらこう緑黄色野菜を食べたら、そのうちの1回はね、実はカゴメが供給した緑黄色野菜になっているというようなイメージになります。まあ、なので、まあ、意外とまあ影響力のある会社なのかなというふうにも個人的にも思っています。はい、ではね、事業へのこだわりということで、今回のまあテーマでもありますので、お話ししていきたいと思います。カゴメのものづくりのお話です。カゴメのね、ちょっと歴史の部分からお話ししていきたいと思います。はい、カゴメの創業の年1899年ということで、もう今年で123周年ですね。123周年の、まあ、老舗な企業かなというふうに考えています。始まりは創業者のトマトに対する熱い思いからということで、カゴメの創業者、この写真のおじいちゃんですね、蟹江一太郎さんという方がカゴメの創業者となっています。で、もともとこの方農家出身なので、まあ、家でね、こういろんなものを育てて、いろんな農作物を育てていたんですが、まあ、この時ヨーロッパの方でこう流行っていた、トマトとか白菜、まあ、これ西洋野菜っていうんだけども、この西洋野菜を、まあ、家で、栽培し始めました。で、この時初めてトマトの芽、トマトの発芽を見た年をカゴメは創業の年というふうにしています。で、このね、栽培した西洋野菜を日本各地で売り歩いたんですけども、ある一つのものだけが売れ残ってしまいました。それがトマトだったんですね。この時日本で扱われていたこうトマト、まあ、日本にももちろん流通はしていたんですけども、食べるものではなくて、こう見るものとして観賞用としてね、こう扱われていたってこともあって、なかなかこうトマトを食べてもくれるってことってなかったんですね。色もね、ちょっとなんか緑色っぽいし、形もこう縦にね線が入っていたりとか、あと食べたらめちゃくちゃ酸っぱいみたいな、まあ、そういったようなトマトでした。でも、ただヨーロッパの方ではトマトってメインの野菜としてもうすごい使われていましたので、日本でも絶対にみんな食べてくれるだろうっていう、この蟹江さんはね、熱い思いを持ち続けていました。で、いろんな人にじゃあどうやったらトマトを食べてくれますかってアドバイスを求めてみたところ、ある方からトマトを加工したらみんな使ってくれるんじゃないのかってアドバイスをもらいまして、蟹江さんはトマトソースの加工に着手をして、で、それをみんなにね、売り歩いて使ってもらえるようになったというカゴメの、まあ、歴史の始まりの部分があります。で、まあ、カゴメのこの歴史のところを皆さんに今お伝えしたんですけども、ここで皆さんに伝えたかったところが2つあります。で、まず1つ目は、カゴメは、まずね、こうトマトから始まった会社だということですね。で、もう1つが、カゴメは畑から始まった会社だということです。この創業者の農家のところとか、この西洋野菜の、ね、栽培から始めていますので、畑から始まった会社だということです。で、ここの創業者の思いという思いとかね、こだわりというものが今のカゴメにも受け継がれています。カゴメの特徴として、土作りから価値作りまでトータルで関わることができる、まあ、これがカゴメのこだわり、カゴメの強みになっています。で、ね、畑からお客様まで一貫したバリューチェーンを持っている、
それぞれでこう活躍できるフィールドを持っているというのがカゴメの強みとなっています。でまずね、畑とか研究で良い原料を作っていこうという考え方、そして工場で良い技術、これを使っていこうという考え方、まあ、そうすることでお客様には価値のある商品を届けることができるよねというふうに考えています。ではね、じゃあこの良い原料と良い技術の取り組み、具体的にどんなことやってるのかというところをね、これから簡単にお話ししていこうかなと思います。ではまず良い原料からのお話です。はい、まあ、カゴメ品質ということでね、この手で資料、この手で確認ということで、実はね、こうカゴメってこう農家さんとのつながりってすごい大事にしている会社でして、実際にこうカゴメ社員が農家の方たちのところまで行って、一緒にこう農作物を作っていく、高品質で病気とかにもね、ちょっと強い野菜とか果物を一緒にこう作っていくみたいな活動を行っています。でカゴメ社員がこのフィールドマンと呼ばれる方なんですけども、実際にこうカゴメの中でもこの畑が第一の工場という考え方を持っていまして、工場ってね、こう一般的には自社でこう製品を作っていく場かなと思うんですけども、カゴメはその一つ前の畑から所有していますので、畑をまずは第一の工場とみなそうという考え方を持っています。で、なのでね、この原料の部分からまずはこだわって、で、より良い品質のものを作っていく、そしてそれを製品化してお客様にもね、その分こうより品質のいいものをお届けすることができますので、まずはこの起点となっている原料の部分、ここを大事にしていこうという考え方になっています。で続いて良い技術のところですね。ここについてはさまざまな今技術を導入しているんですけども、例えば一例ではあるんですが、 AI の技術を今さまざまな工場の各ラインに導入しているという形になります。で、自社工場に、導入しているということなので、例えばどんなじゃあ AI 技術を導入しているのかというと、最初こう、商品の原料として扱っているものが野菜とか果物になりますので、そこの、こう野菜とか果物がこう流れてくる、工場のラインとして流れてくるときに、これまでこういいものと悪いものをこう手でこう従業員の手で、こう選別していたものがあったりしました。で結構、これって大変だったりするんですけども、その中で今この AI でそれすべてこう可視化して、こう自動でこう選別できるような状態、仕組みに整えています。でここについては、まだこう一部の工場でしか導入できていないので、今後さまざまなこう工場に広げていって、こういったこう AI のこう自動化で、より、こう出来上がる商品の質みたいなところをこうよりこう高水準のところに持っていくってことを意識して今活動を行っています。はい、では今ね、こう商品を作るとか、その商品の原料みたいなこう商品周りのところのお話をしてみたんですけども、一方でね、カゴメ商品をお届けするだけじゃなくて、こう楽しさの部分もあるよみたいなところを、先ほどお伝えをしました。でこの価値伝達っていう部分で、お客様に商品だけではなくて、さまざまな食育活動だったりメニューをこう盛り上げるようなイベントっていうのを行っています。で例えばリリコワクワクプログラムっていうもの、結構ね昔から行っているんですが、リリコってカゴメが持っているトマトの品種ですね、カゴメが勝手に名付けたんですけども、そのトマトの品種、このトマトの苗を、リリコの苗ですね、リリコの苗を全国の幼稚園だったり保育園に無料でプレゼントしている、こんな活動を行っています。小さい子たちってなかなかね、こう野菜を好きになれないとか、そういったような子たちも結構いたりしますので、小さい時からこう野菜をに、こう親近感を持ってもらいたい、で野菜を育ててこう食べる時の、こう感動だったりとか、収穫する時の楽しさみたいなところを小さい時からこう学んでもらう、そうすることでこう、こう大人になったとしてもこう野菜とのこう距離感というのって、だいぶこう変わってくるかなと思いますので、こういったような食活動というのも昔から行っているものになります。あとオムライススタジアムとか、ナポリタンスタジアムって、こういったこうメニューを盛り上げるイベントということで、日本一のオムライス、日本一のナポリタンを決める大会をカゴメが主催して行っています。来年ちょうどオムライススタジアムっていうのを開催する予定となっています。はい、ということでね、カゴメの挑戦のお話もしていきたいと思います。ではね、皆さんもここでね、ずっとこうカゴメの話聞いてると疲れてきてしまうかなと思うので、皆さんにカゴメクイズです。皆さんの頭の中でぜひ考えていただきたいなと思うんですが、日本人の1日の野菜摂取量ってどれくらいでしょうかという質問です。皆さんどんくらい野菜毎日食べてますかね。
はい、じゃあ、時間も、まあ、ありますので、回答を出していっちゃいたいと思います。じゃあ正解は、はい、2番の 290g となります。3番4番ね、少し遊んでしまっているんですが、正解は2番となります。1日に必要な野菜って 350g 以上というふうに言われています。あと 60g くらい今足りていないんですね。これ足りていないと将来どういったことが起きてしまうのか、その野菜不足の方がどういったことになってしまうのかというと、例えば生活習慣病とかにかかりやすくなってしまうというふうに言われています。ですので、カゴメはこの 60g の差を埋めて、世の中の人々の健康寿命の延伸に貢献していきたい、そういうふうに考えています。はい、カゴメね、いくつかこう目標を持っているんですが、そのうちの一つ、日本人の野菜不足をゼロにする、こういった目標を持っています。でそこに向けて野菜を取ろう、あと 60g キャンペーンというのを、ね、やったりしているんですが、先ほど皆さんにもお伝えした通り、カゴメはトマトから始まった会社 で、ね、こうトマトでこう成長してきた会社でもあるんですね。でもしかしたら皆さんの中でもカゴメってトマトのイメージがもしかしたら持っているかもしれません。ただカゴメの中ではやっぱりこの 60g の差を埋めるためにはトマトだけではどうしても、ね、ここって達成できないよねというふうに考えています。ですので今カゴメのビジョンとして持っているのがトマトの会社から野菜の会社に、こういった、ね、ものをビジョンとして持って日々活動を行っています。あとね、2025年にありたい姿というのも持っています。これが食を通じて社会課題の解決に取り組み、持続的に成長できる強い企業になる、ちょっと一気にね、抽象度が高くなってしまったかなと思うんですが、これを今ありたい姿として持っています。カゴメがお客様に商品だったりサービス、これを提供することで世の中の社会課題の解決に取り組みたいという意思になります。では具体的にね、カゴメがどんな社会課題を解決していきたいのかというところをこれからお話ししていきたいと思います。これが3つあります。ではまず1つ目です。1つ目が健康寿命の延伸、そして2つ目が農業振興地方創生、3つ目が持続可能な地球環境です。カゴメは商品だったりサービスをお客様に提供することで、この3つの社会課題の解決に向けて取り組んでいきたいというふうに考えています。つまりこれってどういうことかっていうと、もし皆さんにカゴメに入社をしていただいたら、この3つのどれかに必ず関わっていただくっていう形になります。よくね、こう皆さんもこういろいろこういろんな企業のこう説明会を聞いている中で、なんだろうな、こうどこの企業に、ね、こうエントリーしようかなとかってね、思われてる、悩んでる方もね、多いんじゃないのかなっていうふうに思います。もしね、こうカゴメどうしようかなってこう悩まれてる方がいらっしゃれば、ここの3つの要素をどれかにでも興味があるかなってところをね、ぜひこう選ぶ判断軸として持っていただきたいなというふうに思います。入社したらね、絶対どれかに関わっていただきますので、もしね、どれか一つでも興味があれば、絶対こうカゴメに入社してもね、こう楽しくこう働けるんじゃないのかなというふうに思います。で、さまざまな、ね、こう取り組み、この3つの社会課題の解決に向けてさまざまな取り組みを行っていて、それをこう周りにね、ちょっとざらっと書いてみたんですけども、今日はちょっと時間の関係上内容は省略したいと思うんですが、ぜひね、もし興味があればカゴメのホームページもご覧になってみてください。ちょっと周りの情報ね、いろいろ書いてありますので、ぜひ確認していただきたいなというふうに思います。はい、ではキャリアについてもお話をしていきます。さまざまなキャリアが広がっていますということで、もうね、いろんな活躍フィールドあります。先ほど畑からお客様まで一貫したバリューチェーン持っていますという、ね、形でお話ししましたけども、それぞれこう活躍できるフィールドがありますということです。その中で例年の初期配属先というものが、ね、決まっています。でこれがこの3つありまして、研究、工場、営業、この3つですね、あります。でこの3つの部門って、まあ、カゴメのなんていうかこう基本的な部分を学べるような部署になっていて、まずはね、この3つの部署のうちどれか経験してもらってから他の部署にキャリアステップしていただくっていうようなイメージになります。でもちろんね、例えば営業社員だったら、このずっと営業社員として活躍したいよって方もね、いらっしゃいますので、そういったことはずっとこう営業希望を書きながらずっと営業社員として働かれてるっていう方ももちろんいらっしゃいます。
この例年の、ね、初期配属先は3つ決まっているというようなイメージになります。はい、で続いて人事制度についても簡単にお話ししようかなと思います。カゴメの人事制度ね、たくさんあるんですけども、そのうちの一部を抜粋して、載せています。理念としては自主自立です。先ほどのね、キャリアのつながりでお話ししますと、例えば自己申告制度っていうものがね、年に1回必ずあります。これは社員が会社に対して、将来どんなキャリアを歩みたいのかとか、どんな部署でどんな仕事をしたいのかといったところを申告する仕組みになっています。で、カゴメの人事異動はこれに基づいて人事異動が決められていますので、全社員必ずね、これ毎年申告している内容になっています。ただ、必ずしも叶うっていうわけではなくて、例えば僕の事例でお話しますと、東京から最初新潟に転勤になったときは、この自己申告制度でね、新潟って特に希望していなかったんですけども、新潟に転勤になった。特に新潟が嫌だったとかってわけじゃなくて、ただ希望してなかっただけなんですけども、新潟に転勤になったということ。で、その後、新潟から人事に来たとき、今ですけども人事に来たときは、自己申告制度で採用担当やりたいですって希望を書いてきました。なので、叶う、叶わないというのは大体半々くらいかなというようなイメージになります。あと、フレックスタイム制度ですね。右上にある。よくフレックスタイム制度ってね、各社さん導入されてるかなと思うんですけども、カゴメはね、結構、なんていうか、自由だなっていうふうに個人的には思っています。フレキシブルタイムってあるんですが、これが朝の5時から夜の22時。この時間帯の中で、1日の労働時間が7時間45分というふうに決まっています。ですので、この7時間45分はこのフレキシブルタイムのね、5時から夜の10時まで、この間で自由に各自設定できるような形になりまして、例えば中抜けとかもね、できたりするんですよね。例えばね、人事の中で育児されている方の例で言うと、朝7時ぐらいから仕事を開始して、8時に、朝8時ですね、1時間仕事して、8時から保育園に子供を預けに行って、でまた9時半ぐらいに戻ってきて仕事を再開するとか、そのような活用のされている方もいらっしゃいますし、あと夕方とかね、お子さんいない家庭でも夕方とか3時ぐらいにこういった中抜けをして、夜ご飯の具材をね、近くのスーパーに買いに行ったりとか、あと病院にちょっとね、行ってみるとか、でまた夕方5時ぐらいから戻ってきて仕事再開するとかいうような形で、特に中抜けの回数とかも制限されていないので、結構皆さん各自自由に使われているかなと思います。このワークとね、このライフのしっかりバランスを取りながら、自分で考えてこの労働時間を決めていくってことはね、やっています。であと、キャリア支援プログラムってことでね、人事制度の他にも様々なプログラムありますよってことですね。トマト収穫体験って、トマトが始まった会社ですので、同期と一緒に、これは全員行くんですけども、僕も行きましたけども、栃木県の那須塩原市にですね、トマトの収穫体験を夏しに行ったりとか、あと公開講座って言ってね、これまでキャリアを積んできた先輩社員が、どういったことをね、日頃考えて、行ってそのキャリアにたどり着いたのかみたいなところ、キャリアをいろいろ聞けるような場があったりとか、あと復興支援活動、これ東日本大震災ですね、ここの復興支援活動の現地に行って活動を行ったりとか、あと週末セミナーといって、例えば社会人として必要な論理的な考え方だったりとか、プレゼンテーションスキルみたいなところを無料で学ぶことができるセミナー、カゴメ社員結構ね、これ皆さんすごい出席されて、いつも満席の状態なので、こういったことをセミナーとかも行ったりもしています。はい。ということでね、最後、企業理念をお話しして、失業との時間に入りたいと思います。カゴメの企業理念、3つあります。で、上から大事なことなので、一つ一つお話ししていこうかなと思うんですが、まず一つ目の感謝ですね。感謝、先ほど簡単にお伝えしたんですけども、自然の恵みに感謝してということで、カゴメの商品の原料となっている野菜とか果物、それらに対して感謝していますっていうのが一つ目の意味で、もう一つ実は意味があって、カゴメに関わっている人全員に対して感謝をしていますっていうのが二つ目の意味となっています。なのでカゴメに関わっているとお客様だったり得意先の方だったり株主の方だったり、あと従業員もね、含めて全員に感謝していますというのがね、意味が込められています。で、2つ目の自然ですね。ここも皆さん分かったかなと思うんですけども、カゴメの商品の原料からね、商品を作っていくときにも、人工的な添加物とか化学的な添加物を加えない、そういったような思いが込められています。
で最後、開かれた企業ですけども、これは2つの意味があって、社内と社外ですね、2つの意味があります。で1つ目の、まず社内、カゴメの従業員2600人ぐらいいますってお伝えしましたが、2600人が持っている個性だったり能力ってもう全然こうバラバラなんですね。一人一人バラバラ。まずはお互いにそれらを認め合うね、お互い尊重し合おうねっていうのが一つ目の社内の意味となります。で2つ目の社外の意味としては、カゴメの企業活動はなるべくこう社外に対してオープンにしていこうねという意味になります。カゴメとして、カゴメの企業活動として、公正で、透明な活動をちゃんと続けていく、こういったような宣言が盛り込まれているような形になります。ですのでね、これもカゴメの特徴の一つでもあるんですが、カゴメのこう株主の方の特徴として、個人株主の比率が 99% 以上、もうカゴメは個人のお客様に支えられている、会社になっているということです。はい。ということでね、本日ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、カゴメ今マイページオープンしていますので、もし今日話を、ね、聞いて興味が出てきたら、カゴメのマイページ登録していただきたいなというふうに思います。ではここから質疑応答に入りたいと思いますので、一旦画面を停止したいと思います。ありがとうございました。会社のこともそうですが、クイズも含めて、なぜカゴメが社会に必要とされているのかがすごくわかりやすく感じました。ありがとうございました。さて、ここからは学生の皆様からいただいているご質問やチャット欄に寄せられましたご質問へご回答いただきます。お時間の許す限りお答えいただきますので、会社のことや仕事のことなど、ぜひチャット欄へ書き込んでください。では、早速チャットの方にいただきましたご質問に回答いただければと思っております。はい。はい。研究部門から国際事業部門というキャリアを歩む方はいらっしゃいますか？はい、質問いただきありがとうございます。もちろんあります。で国際事業部門ってちょっとどのようなこう意図でこう書かれたのかなというところは気になっているところなんですが、例えば研究部門の中でも世界で活躍されている方います、うん、国際事業部門にわざわざこう行かなくても研究部門の中でそのカゴメのこう研究、この農業系に関わる研究ですね、関わる研究が例えばポルトガルだったり、このヨーロッパのところでこう一緒にこう共同に研究しているところもあったりするんですね。なのでこう研究部門から例えばこう3年ぐらいこうヨーロッパの方に研修に行くとか、オーストラリアの方にこう研修に行くってことも全然ありますので、もう国際こう世界でこう働きたいという方、国際事業部門でも研究部門でこう働ける、活躍できるというようなイメージになります。本当に世界で活躍できる会社ということですね。はい。ありがとうございます。どのような方と一緒に働きたいですか？はい、ありがとうございます。もうこれ僕の個人の所感でいいんですかね。どのような人と働きたいですかということで、僕の個人、これ多分いろんな考えを持ってる人いると思うんですけども、僕個人としてはやはりその方がどんなことを考えているのか、でもしっかりこう発信できる方と一緒に仕事したいなっていうふうに思っています。やっぱりね、こうカゴメの仕事って結構こう一人でやる仕事っていうよりもいろんな人とこう関わりながら一つのこう成果を出していくっていうような仕事が多いです。なので、その方がね、こう何もこう発言されないとその方がね、なんでこうそこにいるのかとか、その方何を思ってるんだろうって結構こう不安になってきてしまったりもするので、ぜひね、そこはもうご自身の意見をしっかりこう発信できる人、そんな方と一緒に働きたいなと思っています。自分の考えをちゃんと発信できる方ということですね。はい、ありがとうございます。続きまして、入社するにあたり取得しておいた方がいい資格はありますか？うん、特にないんですよね。資格ですよね、この方は総合職に入社するにあたって、取得した方がいい資格というふうにご質問いただいております。はい、ありがとうございます。特にカゴメから推奨する資格っていうのはないんですけども、社会人としてこれもカゴメだけじゃなくてですけども、全般的に今やっぱり必要な資格だなって思われるのはやっぱ簿記ですよね。簿記3級はやっぱり必要なところかなと思います。ただこれはカゴメ入社してからもその簿記3級のこう補助みたいなものもあったりするので、これはもう入社してからも全然間に合います。であとそうですね、例えば将来カゴメって管理用紙の方って結構いらっしゃるんですけど、はい、管理用紙で働きたいという方でいらっしゃれば、その栄養士とか管理用士の資格をしっかり取っておく、これは大事なことかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。続きまして、面接でよく見るポイントは何でしょうか。またどういった人物像を求めておりますでしょうか。はい、ありがとうございます。面接でよく見るポイント、そうですね、やはりその方が、どんな経験をされていたのかというのはもちろん聞くんですけども、はい、この経験をするに至った背景ですよね。その方のこう、ものの見方だったり、そこの価値観みたいな部分をしっかり聞いていく形になりますので、そこを、ね、こう例えば面接とかでしっかり答えられるようにしていくといいかなと思いますし、あとエントリーシートでもそういった内容もを含めて記載いただけると、なんていうかその方らしさがこうにじみ出てくるんじゃないのかなというふうに思います。であと、どういった人物像を求めていますでしょうかってことでね、人物像になってくると、やはりちょっとね、さっきお伝えしたその自分の意見をしっかり発信できたりとか、これは職種によってちょっとこれは変わってきてしまうんですけれども、自分の意見をしっかりこう発信できるとか、あと周りの人とね、こう一緒にこう仕事するのがこう苦じゃないとか、はい、そういったことが好きだみたいなことを、そういった方をね、求めている形になります。ありがとうございます。続きまして、選考フローを教えてください。はい、来年 の, 皆さんのですね、24卒の方の選考フローっていうのはまだ確定はしていないんですけども、例年の選考フローとしては、総合職、これもエントリーする職種のコースによって少し若干異なってくるんですが、最初エントリーシートを出していただきます。でその後、適性検査ですね、 SPI テストセンターを受けていただく。でその後、一次面接、これ個別面接ですね、1対1の個別面接があって、で例えば事務系だったらこうグループワークとかね、あったりとか、営業ですね、グループワークあったりとか、で二次面接、これも個別です。で最終面接って形で、面接3回ぐらいですかね、ES、テストセンター、あと面接3回ぐらい、こんなような選考フローになります。ありがとうございます。続いて、お時間の関係で最後の質問とさせていただきます。カゴメで働く人々の雰囲気や働く上で必要なスキルを教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。働く人の雰囲気ですよね。みんなそうですね、あったかいですよね。温かい優しいので、例えば皆さんが新入社員で入社をされたら、すごい手厚いフォローがあると思います。なので、なんか一人で困るってことはね、特にないかなと思うんですけども、ただなんていうか待ちの姿勢ではなくて、皆さん自身がこうしっかりこう聞いて、いろんな先輩社員にこう聞いていただくことで、こう皆さん先輩社員からも結構いろいろ教えてくれるって形なので、皆さん自身もね、しっかりこう入社した後はいろいろ聞いてもらいたい、聞いてほしいなというふうに思います。であと、必要なスキルですかね、働く上で必要なスキル、これもちょっと職種によってね、ちょっと変わってしまうんですけども、例えば僕の出身の営業の職種でいうと、はい、営業ってね、こう各地で全国でこう働く形になりますので、その土地に合ったこう営業の仕方みたいなのもあったりします。そういった上でこう大事なスキルになってくるのが、こうマーケティングの視点ですよね。なので、このマーケティングの例えば資格でもいいんですけども、資格だったり本でもいいと思うんですけども、そういったものをしっかり身につけておくっていうのは、働く上で、なんていうかこう自分にプラスになってくるかなと思います。事前に勉強しておくと、よりプラスに働きやすいということですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。たくさんご質問いただいているのですが、お時間の関係でご質問はここまでとさせていただきます。ご回答いただきありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。また本日ご参加のカゴメ様は、新卒就職人気企業ランキングにノミネートされています。単純な好き嫌いではなく、仕事、会社、働き方、社会貢献活動、採用広報の5つの魅力の観点から就活生自身で評価します。それでは最後に改めまして、学生の皆様へメッセージをお願いいたします。はい、皆さん本日はありがとうございました。皆さんもいろいろ企業ね、話を聞いていろいろ悩まれている時期かなと思うんですけども、ぜひ皆さんの、なんていうかこう、企業を聞いて良かったこととか悪かったこととか、自分の中でこう いい印象を持ったなとかっていうところを、ぜひこうノートで、ね、こうまとめていただくと、何かこう自分の中でも軸も見えてくるかなというふうに思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。でカゴメのマイページ今オープンしてますので、マイページの中でしか公開していない情報とかも一部あったりもしますので、ぜひ今日話を、ね、聞いて興味を持っていただけましたら、登録お願いいたします。はい、ありがとうございました。
今回お越しいただきましたのは、カゴメの宮原豊様でした。学生の皆様も最後までご視聴ありがとうございました。